今回はボッチザロックの一期以降の話について、まあ、少しだけどういう話をやるのか触れていきたいと思います。ボッチザロックは今5巻出てまして、まあ、原作キララマックスだと、まあ、6巻の話を進めてるって内容なんですが、アニメ1期で語られたのが、まあ、2巻の7割ぐらいまでの話ですね。まあ、ピンクのギターガール後藤一人が、まあ、文化祭で伝説を打ち立てましたと、まあ、ダイブしましたと。で、まあ、後藤が、まあ、北ちゃん、にじかちゃん、りょうさんにも懐いていったっていう流れがあって、まあ、結束バンドとしてそれなりに活動ができてるよっていうところで、じゃあここから何をするのかという話をしていきます。改めて確認していくんですけど、まあ、後藤の夢っていうのは、まあ、ギターでヒットして稼いでいくっていうことなんですよね、うん、まあ、つまりメジャーデビューしていくということなんですが、まあ、そこに向けて具体的に話が進展していくことになるんですよ。まずギター買い替えた後、まあ、ギターヒーローの SNS を、まあ、にじかちゃんと後藤で作るんですよね。実はギターヒーローとしての後藤は、まあ、ネットではかなり知る人ぞ知るって感じだったんですけど、まあ、2時間も結構注目してたし、まあ、他の人たちも結構気にしてる人がいたと、うん、また文化祭でのダイブ伝説もネットで話題に上がったりとかして、まあ、そこら辺から、まあ、ギターヒーローとしての後藤の演奏技術はすごいという話が出てくるわけですね。まあ、ただまあライブに合わせるとなると、まあ、観客へのプレッシャーとか、まあ、立ってギター演奏するとか、まあ、みんなと合わせるためのいろいろあって、まあ、デバフがかかってるっていうのが後藤なんですが、ここで後藤に対してちょっと注目してる人キャラが出てきまして、それが音楽フリーライターのポイズンヤミ、本名佐藤愛子、23歳なんですけど、まあ、このポイズンがかなりターニングポイントになってきまして、まあ、ポイズンは、まあ、ギターヒーローさんのことめちゃくちゃ評価してるんですよ、うん、まあ、あくまでネットでしか知らなかったんですけど、それで文化祭ライブでダイブした JK についても興味持って、まあ、それで後藤たちの学校に、まあ、不法侵入したりするんですけど、まあ、なんだかんだ後藤たちに出会って、まあ、スターリーまでついてきますと。まあ、そこでポイズンが、まあ、結束バンドの演奏を聞いて、まあ、リードギターの後藤さんが、まあ、ギターヒーローさんだってことを察するんですよね。うん。まあ、ここから、まあ、後藤だけだったら、まあ、プロデビューできるかもしれないって話にはなってくるんですよ。うん。まあ、これで終わりかっていうと、そうでもなくて、ぶっちゃけ、ポイズンは、結束バンドの4人としては認めてませんと。まあ、学生のバンドとしては悪くないんだろうけど、まあ、でもやっぱガチじゃないですよねって、もうかなりきついこと言ってくるんですよね。うん。本当にこう、ポイズン最初ヘイトを稼ぐぐらい衝撃的なことで、まあ、それで店長はもう二次家たちのメンタル考えて、まあ、即ポイズンを追い出すんですけど、ただまあ、ポイズンはポイズンなりに音楽のこと結構考えてるし、まあ、実際こう、結構痛い発言ではあったんだけど、まあ、今後の展開についてちょっと考えていくっていうことも、ニジカも山田も北も考えるし、何よりも後藤がちょっと自分の方向性を迷うんだよね。うん。こう、確かにボザロ一揆っていい話ではあるし、まあ、ダメだった後藤が、まあ、ちゃんと結束バンドのことを信用するっていう、そこら辺の話ではあるんだけど、でも、やっぱ、ボザロ一揆って欲も悪くも、部活とバイト先の手伝いレベルの話でしかなかったっていうのが結構あって、まあ確かにガチじゃないって言われたらあんま否定できないっていうのはあるんですよね。うん、で、まあ、にじか、北、山田は、まあそれぞれ、プロスカウトの人も見に来るロックフェスの10代のバンドマンが集まる未確認ライオットというフェスのチラシを集めてくるんですよ。でも、ボッティちゃんはどうするんだろうって言われたんだけど、でも、後藤は後藤で本当に北ちゃん、ニジカちゃん、リョウさんのこと大好きだから、もう結束バンドの4人として実力を見せたいってことで、もう本当にかっこいい顔しながら、ちゃんと未確認ライオットのチラシ持ってくると。ということで、結束バンドの新たな目標、まあ、ロックフェスの未確認ライオットに参加して、まあ、ここでもう結束バンドとして力を見せるという、そこを本気出していくっていうことで、ガチを目指す話が始まるわけです。第2部ですね。まあ、ここで2巻が終わりです。うん。まあ、本格的にフェス出場を目指していくんですよね。まあ、そういう意味でも、まあ、ボザロ原作は、1巻だけ見るのはあんまお勧めできないです。うん。まあ、なんだかんだでアニメが完成版っていうのは間違いなくあるから。アニメ1期でやったことが、まあ、プロローグの後藤一人 DC 編で、まあ、次から2巻終盤から4巻までがフェス編なんですよね。ここからマジでメジャーデビューを狙っていくために少しずつ活動していくって話になってきて、ここがすごいなと思う。まあ、3巻4巻の具体的なあらすじについてあれこれ語るのは、まあ、ちょっとネタバレになるんですけど、まあ、とりあえず見どころ3点あると思います。まず、大月よよこさんですね。
大月はあのシデロスっていうバンドのギターボーカルのリーダーで、まあ、このシデロスっていうバンドは、まあ、ヒロイさんが島にしてるフロットっていう箱をメインで活動してるんですよ。で、大月はヒロイさんのことを姉さんと呼び慕ってるんだけど、まあ、そのヒロイ姉さんがなんか注目してるのが結束バンドで、まあ、その中核にあるリードギターの後藤ひとりのことも意識してると。で、まあ、結束バンドとヒロイさんたちは、こう、クリスマスライブを通して、まあ、なんかあれこれ絡みがあって、まあ、その辺でなんだかんだで、まあ、大月は、あの、後藤のことを認めるし、まあ、結束バンドのことも認め、ライバルとして認める、まあ、ツンデレキャラなんですよね。まあ、後藤は後藤で、まあ、いろいろと、まあ、まあ、結構、いい知り合いだなっていう。まあ、この大月、まあ、実際、こう、周囲から認められてるけど、まあ、言動の強気っぷりとか、実際のポンコツっぷりとかあって、まあ、後藤と別ベクトルのコミュ障を抱えてるキャラで、まあ、本当に、ぼっちどもう後藤の上位互換なんですよ。うん。と言っても結構入れ替えは激しかったけど、今のメンバーとはなんだかんだうまくやってるっぽいんで、まあ、そこら辺、なんか、まあ、大月も結構いいキャラしてるって感じですね。まあ、仮にアニメ2期やったら、まあ、シデロスの曲もかなり気合い入れてきそうな感じするんですよね。まあ、他のバンドで、まあ、ケモノリアとかもあるんだけど、まあ、結構頑張ってくると思います。もう本当に、まあ、結束バンドの新曲だけじゃなくて、まあ、シデロスとか、まあ、他のバンドの曲も気合い入れてくる可能性が高いから、なおのこと時間かかりそうだと思います。2期はね。まあ、クローバーワークスとアニプレを信じましょう。で、2つ目の見どころとして、まあ、結束バンドがガチを目指すってことで、まあ、活動が広がっていくことですね。まあ、ミュージックビデオを作ったりとか、まあ、審査のために新曲を作ったりとか、まあ、4人で路上ライブするとか、まあ、スターリーじゃない別の箱で演奏することをちょっと、まあ、人数合わせだけど呼ばれてそっちでも頑張っていくとか、地道にやっていくんですよね。ボザロは部活じゃなくて、まあ、インディーズバンドから成り上がっていくって話なんだけど、まあ、そのインディーズバンドとしての活動が、まあ、日常系のノリとして合わせてやってきてるっていうのが、まあ、なかなかうまく刺さってる感じなんですよ。まあ、ちゃんとこう、結束バンドとして成長してる感じもあるから、うん、すごい面白いとこだよね。これに普及する形で、まあ、最初にポイズンがヘイト稼いでいったんだけど、まあ、ポイズンも音楽に正直なだけだっていうのは間違いなくて、まあ、こうギターヒーローさん抱える結束バンドが、まあ、ちゃんと技術進歩とか、まあ、活動とかしながら、まあ、ちゃんと頑張ってるっていうのも、まあ、まあ、ポイズンもちゃんと認め始めてるんですよね。まあ、なんだかんだで結束バンド自体も、まあ、ボッチちゃんが中核にいるべきだっていうのは、まあ、間違いなくあるから、まあ、じゃあその3人もちゃんと支えるために演奏技術を頑張ってるってのもあるし、まあ、ポイズンがまあちゃんとギターヒーローさんだけじゃなくて、まあ、結束バンドの4人としてまあチームを認めていくっていうのも、まあ、5巻以降の第3部につながってくるんで、まあ、この辺はまあ原作でもテンポはすごいけど、まあ、確実にポイズンがちゃんと結束バンドのことを認めてるっていうことも進展してるんだけど、まあ、アニメ化したらもちろんうまくやるんじゃないかなと思います。まあ、きついキャラなんだけど、ちゃんと間違ったことは言ってないっていうのが、まあ、そこがまあ、ポイズンのいいとこですね。そしてやっぱ最大の見どころとして、まあ、結束バンドの4人の描写、まあ、特に山田と北の掘り下げが進んでいく感じですね。山田に関しては、まあ、実家に絡みについても色々と掘り下げられて、まあ、まあ、山田のダメ女っぷりが浮き彫りになるんだけど、まあ、その分2時間にめちゃくちゃ暇やってるっていう側面も結構掘り下げられてくるから、まあ、フェス編の後だけど、まあ、五感の話だと、まあ、後藤が、まあ、二時間ちゃんと、まあ、店長の家にちょっとお泊りするって展開があるんだけど、まあ、二時間の部屋に、もう山田が私物持ち込みまくってて、もう個人的に二時間のスペースが、もうベッドしかないっていう、そこら辺の展開もあってきて、両二次来てますよ。うん。そして、ボキタ、かなり進展してますね。まあ、キタが後藤の家にお泊りするんですよ。これ以上は言わない。ただ、あの、後藤、あの、まあ、一期の頃は、キタさん、キタさん言ってたけど、まあ、その以降は、もう、ひとりちゃん呼んでくれてるから、もう、キタちゃんって呼ぶようになるんですよね。まあ、ここもいい感じです。お泊り会はマジでいいですよ。まあ、ただ、まあ、オチは、後藤が悪いです。シャミ子も悪いです。ということで、ボッチドロックは、まあ、月刊雑誌ってこともあるけど、まあ、結構進展は確かに遅いんだけど、まあ、後藤の最初の目標である、まあ、後ろ向きではあるんだけど、ちゃんとしたギターで食事稼げる分だけ、あの、頑張っていきたいっていう、そこら辺のプロデビューへの道みたいなものっていうのは、まあ、作品通しての大目標になるし、もう第2部は、その先駆けとなって一つ一つ頑張っていくっていう展開だから、いや、これ本当に2期やったら絶対盛り上がると思います。なんなら最初の話だけ映画でやるっていう、その、最近、なんか、推しの子とか、鬼滅の刃とかでやってる展開が、まあ、ボザロ2期でもやれるんじゃないかなと思います。
まあ、一期での、まあ、後藤が結束バンドに対して懐いてる描写があってこそのフェス編ですし、単純に映画館でライブやるってのはいいことですからね、うん、ということで最後に改めて言います。原作を買うんだみんな。以上です。あと電子書籍で買うんだったら、まあ、法文社のコミックファズっていうのがおすすめですね。まあ、最近高画質に対応したし、まあ、縦読みできるようになったらいいんですけどね。まあ、本当にコミックファズはなかなかいいサービスしてるのでおすすめです。まあ、サブスクに入れば毎月ちゃんとキララ系雑誌見れますからね。君もキララキャラットを見て、キルミーベイベー先輩を見るんだ。以上です。